続いてメッセージの時に移ります。本日の聖書箇所は「テサロニケ人への第一の手紙」第5章17節、今後訳新約聖書323ページです。この聖書の箇所より「祈ると分かると」題して菅原慎司兄弟がメッセージをしてくださいます。それでは聖書を読みいたします。 テサラウニケビトへの第一の手紙第五章十七節。絶えず祈りなさい。こんばんは。んんは一言お祈りさせていただきます。天のお父様主の皆を賛美します。この一週間も。お 一日一日をあなたが守ってくださってまたこうしてあなたのもとに集まって御言葉を聞きながらエネルギーを頂い,いてまたここから送り出されるその祈りのところをあなたが豊かに喜んで祝福してくださっていることをありがとうございます。絶えず祈りなさいこの言葉を通して。 あなたがさらに私たちにエネルギーをくださることを感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。改めまして、こんばんは。えー、私は菅原真二と申します。なんて <laughs> <laughs> <laughs>、えー。何者かと言いますと、もう米沢に来て18年になるんですが、あ18年前に、えー、何にもわからないところからこの場所に、 送ってていいただいて、えー、ニコニコ漁に7年と少し介護の仕事をその間しながら足掛け10年ですねそして、えー、本当に自分では全くそんな実感はない中でどれだけ祈っていただいたかそして、えー、今こうしてですね万駅者という万事相働きで駅となる家というところですね。 まあ、ご老人の介護をする施設をさせていただいているんですがまあ本当にですねこの仕事をして今5年目になるんですが「祈る」っていうことは、まあ、いろんな言い方があると思うんですけれども「祈る」っていうのはですね、まあ、命とつながるってそういうふうに言うことができると思いますが本当にね「祈られている」つまりね 役者は本当に命とつながっている場この間もまああの萬疫記者はですね本当にありがたいことにいろいろいただきものをしまして特にお花を頂戴するんですね。この間もあの母の日で教会からの素敵なカーネーションを私たちのところのおじいちゃんおばあちゃんにってことでお花届いたんですけれどもまあみんな喜びますよねお花があるだけでこんなに喜ぶのかって思うぐらい喜ぶんですが。 まあ皆さんですねうちにいらっしゃる方はだい8090100のおばあちゃんもいますけどもおばあちゃま方はです、ね、このお花の周りに寄って「いやー綺麗な花だなーいや綺麗な花だ」喜ぶんですよそしてですね「おばあちゃんこの花何ていうか知ってる?」って人いていや花の名前わかんな、ね、いでもね綺麗だ」のて。あきこさんっていうおばあちゃんがいてですねこの方ももう92ぐらいになるんですけども。 秋子さんこの花の名前なんていうか知ってるいや分かんねやでも綺麗な真っ赤な花だなこの花の名前ね「あきこさん」っていうんだ喜ぶんですね <laughs> 喜ぶんですねこれですねこんなことで喜んでくださるんだろうかでもね喜んでくれるんですよもう本当素直というかですね純粋にそこの目の前のですね命とつながっているとこう温かくですね えー、そういう場所が、まあ、何言いたいかというとそれだけ祈られているということですね祈られているので命と繋、ね、つながっているということを実感するんですねこの間もこの間って言っても結構前ですけども僕台所にいたんです番役者のそして向こうの方からね聞こえるんです「いやーうまいさくらんぼだなもうね秋口だったので「さくらんぼこの時期に送られてくるかなってお思いになりますよねでも、まあ、桜んぼうまいうまいですいや真っ赤ね。 な真っ赤っていうからさくらんぼなんだろうなと思ってですね「いやーでっかいこと!」とかって言ってるから外国産かなと思ってでまあ,あの台所からですねこう行くとですね確かに箱に「さくらんぼ」って書いてあるんですけども中にあるのはトマトだったっていう <laughs> こういうことがですねまあほぼ毎日とかですね瞬間瞬間このようにですね祈られている。 命とつながっているからぬくもりがあるんだなということを、ね、実感している毎日でございます今日は祈るとわかるということですね御言葉は絶えず祈りなさい祈るとわかるどういうことか特にですね祈るとわかるというのもただ祈るというよりはですねイエスキリストの皆によって祈るそうするとわからなかった二つのことがわかるというのが今日の メインなテーマです二つのこと一つはですね、自分のことがわかるそして二つ目は分からなかった神様の愛がわかる神様の愛があなたのことを神様愛してるんですよって教会に行くともう浴びるように聞かされるでもそれが本当に自分のこととして分かったらどれだけって思いになりますよね祈るとわかる二つのこと 一つはね自分のこともう一つはこの神様の愛がわかるそしてわかるとどうなるかよく聞くようにですねわかる分かった分かったって言ってできてないってことは分かってないことですけどもここで言うわかるというのはですねわかるとできる何ができるか絶えず祈ることができるようになるということですね。それがこのテサルニケの第一の手紙の第5章17節の「 絶えず祈りなさいという言葉から一緒に学んでいきたいとい。テサロニケという町はですね交易、人がね、もうとにかく行き交うそういうね商業都市、特に港町だったんですね。横浜、函館、神戸、長崎、たくさん港町ありますけど、まあどこもこう華やかですね。港町は、ね、もう夜も昼もも昼いつも 人がたくさんいて華やかなところ今で言えばですねネオンライトでかすんでしまってこのテサロニケという町にはですねパウロという人はですね殿堂に行ってそこにあんまり長い時間滞在できなかったんですねそこにでもね教会をしっかり作ってでももう行かないといけなくてそこをね後にしたそこの残っている教会の人たちねどうか神様と命とつながっていてくれ絶えず祈りなさい といいういうううそ思いで、ね、書かれたこの手紙でも生活に戻るとネオンライトで霞んで神様が見えない教会に来るとですね何か教会に来ると確かに私は救われてて僕は救われてて確かに神様に愛されているそんな気がするんだけれどもでも家に帰ってしまうと何かその実感が薄くなってしまうそしてですね もうとにかくそういう交易の盛んな場所ですから目を引く者がもう巷にあふれかえってるわけですよね今はですねもう巷に出ていかなくても目を引くものが手のひらにギュッと詰まっているそういう世の中ですよね寂しかったり虚しかったりするそして教会から家に帰るそうするとついふらふらと赤ちょうちんいや赤ちょうちんと言わずとも今はですねスマホに。 どうううししててても流されいいってしまうそう,いう現実教会に来ると喜んでいる気がするんだけれども何か家に帰るとまた同じじゃないかよ命とのつながりが気迫に薄くなってしまうとこうなってしまうというわけですねこういうたくさんの情報がいっぱいこうあふれているあそこでこういう楽しいものがあるよあそこでこういう素敵なものがあるよこういう情報がたくさんある中でそういう世の中にいるとですね 何か何でも知っていることが何でも分かっていることが一人前そんなようなですね間違っった価値観を私たちは持ってしまう知らないことが恥ずかしい「え何そんなことも知らないの?」なんて言われていられないってこういうふうに思うんですねそうするとどうなるかってですね知りもしないのに「あ知ってる知ってる」なんてですねまあ僕すぐ出ますね。 いつもそうですからっってる知ってるる <laughs> つい高ぶってしまうそして何かね自分でない自分を虚勢を張ってしまうのが当たり前になってしまうそういうテサロニケの町その教会にパウロという方はこういう神様を信じる神様を私の救い主として信じる人たちをどうかその命につながっててね絶えず祈りなさい。 というですね。そういう箇所なわけです。まあ、名前を言うわけにちょっといかないんですけど、私にも連れ合いというのはいます,しです、ね。笑うとすぐそこにいらっしゃいますから <laughs>、まあ。僕もですね、やっぱね、男ですから。うちの旦那はいい旦那だって、やっぱこう言ってもらいたいわけですよ。そうするとですね、何かですね。 えーこまあ、喜んでもらいたいたどうすると彼女はですねこうでいろいろ考えるんですけども、まあ、それをですね僕はあるあるなんてですね私が大尊敬する先生に、ね、相談したんですねそしたらお「お前お前何を言ってるんだ」喜ばせよう」なんてねそんな「いや当たり前ったら当てずっぽうに押したってねわかるわけじゃないボタンの押しどころもわかんないのに喜ばせよう」なんて「お前そういうの「愛」って言わないんだってこういうふうにですね悟されまして僕もですね「あそっかそういうの」ってこう。 愛っってて言わないんだと思ってですね家に帰ってですね得意げになって「いやこういうのって愛って言わないんだ」って聞いたんだなんかね、えー、ボタンの押しどころ分かんないっていうかねこうどうこ押うしたらいいかなーなんて言ったらですね「何言ってんのよお好きもないくせに」<laughs> こういうふうに言われましてですねまあそういうふうに言われると神様とのつながり命とのつながり祈りが薄いとですねあなんか 何も知らなない僕はダメな男で何かね自分がダメなんじゃないかっていうふうについ思ってしまうんだけどもいやイエス様の皆によってもう一度祈る命とつながりを戻すそうするとですねあなるほどこの人ずっと一緒にいるから分かったつもりでいるけど僕って何にも分かってないんだななんか知ったかぶって分かったような気がするけども そしてですね、分かんないことは別に恥でもなければ分かんないことがダメでないそしてつながりがしっかりしてくるとですね、なんだ分かんないってことは感動の入り口なんじゃないかっていうふうにですねこう変えられていく皆さんにもなんか分かんないな守、まあ、もっと言うとですねちょっとどうしていいか分かんない苦手なんだよな いやいやいや苦手なんて出ないこの人どうも許せないんだよなっていう方がいらっしゃるかもしれないですよね。その時にもう一回このね絶えず祈る祈るというのは、ね、命とつながるそうするとですね最初の人はですねクリスチャンですから「いや何時の敵のために祈れ」とこう言われるとですね あの人のためにあの人が祝福かりますように神様よろしくお願いしますとこう力んで祈るんですけども当然それもいいんですそこからですねでもなかなかこう噛まないなと思っているとやっぱね祈りは祈りによって導かれますから祈り続けていくと「神様あの人許すなんてとんでもない私とても許せませんあの人神様どうにかしてください」っていうふうにですねこう祈るようになっていくそうするとですねまだまだやっぱ精霊様はねこう 愛してその深みに連れて行ってくださると何を何をあの人どうにかしてくださいなんて神様どうにかしてほしいのはまずあの人でなくてこの私でした祈ると分かる分からなかった2つのことがね分かってくるんですね一つは分からなかった自分のことが分かるで2つは神様がどれだけ私のことを愛してくれているか1つ目のそのね分からなかった自分のことが分かる。 いやーそういう話になりますしす、ねまあ、先ほども申し上げたとおり私18年ここに来てなりますけども18年前の今自分をですねここでもし見たらですねちょっとなんか風呂敷かなんかで隠したくなるようなそんな気持ちになりますね。なぜかというとあまりにも自分分のことが分かっていないなそれが今はね、まあ、今も分かってないんですけども 分かってないってことが分かるだけですね。皆様に迷惑かけることがちょっと少なくなったんじゃないかなって思いますけども。まあ米沢に来た年は本当に分かってなくてですね。まあ、私はですね。非常にこうプライドが高い男でございまして。まあ老けば飛ぶようなプライドのくせにですね。まあ、だからこそ、そこにぐっとこうしがみついて離れられない。もうですね。そんな時にですね。 いやいや、ちょっと菅原君ってプライド高いよね。ちょっと待ってよってこうやっぱ言いたくなりますよね。そんなこと言われると。まあ、そのぐらいこう、自分のことがわからない。自分のことがわからないのは、なんでかなって振り返るとですね、やっぱ怖いんですね。本当にね、ここに来た当初はそうでしたけど、まあ、今もそういうとこありますけども、ここでないどこかに行けば、俺ももしかしたら変わるかもしれない。いや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 、私でない誰かになることができれば、 もっと何か人かだな自分になれるんじゃないかないやいやいや今でないいつかいつか俺だって見てろよっ怖いんですねここでない私でない今でないこわいですねなんかあんまり面白くなかったですね <laughs> まあ何言ってるかですね怖いんですね 米沢に来てそういうわけで18時になりますけどもようやく少しずつですね、まあ、根っこが出てきてですね温められてそしてまあこういうプライドの高い自分がですね、まあ、憎たらしくもありまた可愛らしくもありこういう自分とですねしっかりとこう付き合っていく1つ目はですね祈ると分かるそれは自分が分かってくる2つ目はですね祈ると分かる2つ目の分からなかったことは神様の愛が分かる。 そもそも神様の愛がわからないのは私たちがですねそれを素直に受け取る準備がまだできていないからですね生まれたばかりの子供を見ればですねもう神様とつながっていてもうそこに火の打ちどころもないのは皆さんも、えー、そうだとうなずいてくださる神様の愛が私たちがこうなかなか自分のこととしてわからないのは素直にそれを受け取ることができないからですね で愛を受けけけ取るるることとががでででき行動変わわわすそううい私自身もそうですし皆さんもおそらくそうじゃないかと思うんですがまさかですね水曜日のこんな時間にですね教会に来て一緒に祈る救われる前の自分にはとても考えられないましていわんや日曜日のです、ね、せっかく休みの時家族でみんなで遊びに行けるんですね教会に来て神様を礼拝するもうそれだけで十分行動が変わっているっていうことは 逆に言うとそれだけ私たちはすでに愛を受け取っているんだということですがそれでもなおなかなか神様がどれだけ自分のことを愛しているかということがなんか先ほども言った通り教会に来るとそんな気がするんだけど家に帰るとついついスマホにこう引っ張られてしまうそういうですね誰でもそういうことがあるんじゃないでしょうか。絶えず祈りなさいいやいやや 絶えずです、ね、先に祈られているんだこのことがわかるとつまり愛を受け取ることができると結論から言うと絶えず祈ることができちゃうようになるんですねまあその点ですね今日来てくれましたけどもうちの息子はですね本当に素直ですねなんで私からこんな素直な息子を神様与えてくれるんだろうっていうぐらいですね うちの子がですねこう帰ってくる学校から帰ってきてですね、まあ、おやつを食べようとまあ当然ですねとと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 、ね、おやつを食べに行こうとするそうするとですねまあ僕勇気、まあ、お前ちょっとね、えー、おやつ食べる前に宿題しなさいって言わ、えー、やパパちょっとね今帰ってきてねおやつ食べたいんだ」とまあでもそれはわかるけどもまずね宿題しなかりしなさいまあよくある日常の会話ですねそうするとですねそこにですねなんだか知らないけど精霊様も割り込んでくるんですねちょっと待てよお前僕にですね ちょっと待ってお前息子に宿題する前におやつ食べるなって先に宿題しろって言うけどお前今日仕事行ったよねあはい今日仕事行ってきました <laughs> 仕事行く前お前どっか寄んなかったああセブンイレブン寄りましたお前そこで何でした仕事行く前「<laughs> おやつ買ってました <laughs>」 <laughs> こういう具合ですよら <laughs> そうするとですね僕息子に当然言えないわけですよねお前仕事行く前に自分おやつ買ってて自分の息子がこれから宿題する前におやつ作ってていやーそうだよなだ息子に「悪かった」「パパお前に先におやつより先に宿題しろ」なんて言えたあぎりないよなっていうとですね彼は。 あ分かったじゃあ宿題してからおやつ食べるまあ本当ですねなんでこんなに素直なんだろうと思うぐらいも親の顔が見てみたい <laughs> そ,うです、ね、<laughs> そういうですねまあ息子の自慢をするためじゃないんですけども何言いたいかって、ね、神様の愛を受け取るようには、ね、私たちはそもそもなかなかこう素直になれないそこでですね一箇所皆さんで聖書をね開いていただきたいんですけども300新約聖書の304ページをお開きください。 エペソ人への手紙の第3章16百新約聖書304ページのですね右上の方ですが私がお読みしますので皆さんお開きくださいましたでしょうか。どうか父がその栄光の富に従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるようにと。 この箇所ですが、うん、一度ですね、えー、お顔を上げていただくとですねこの箇所はですね同じテサラニケのこの手紙を書いたパウロさんという方が、まあ、このエピソードの教会になっててまあ私たちに書いてくださったとそうお受け取りになるのがいいと思いますがここで何をどうか父天の父なる神様がその栄光の富に従って御霊によって力を持ってあなた方の内なる人を、ね、強くしてくださるようにと書いてあるんですが。 ここの「あなた方」という言葉はあなた方一人じゃないですよね二人三人大勢まあここにいる私たちみんなだとしますね。あなた方の内なる人を強くしてくださるようにとこれはもう何千年も前にパウロさんが私たちのために祈ってくださっているんですね。この「内なる人」という言葉をですねまあ言語はこれはギリシャ語で書いてあるわけですけども。 ギリシャ語で読みますとえさっきのあなた方っていうのはこんだけ大勢の人たちなのに内なる人っていうところはね一人だけなんですね今文法で言えば単数形で書いてあるんですしかもそこには英語で言えばザ・その文法で言うと定冠詞という言葉ですけどもその内なるただ一人の人っていう 言葉なんですね。そして内なる人を強くしてくださるようにとそういう祈りなんですが、内なる人をのとをのところをよく見るとギリシャ語では内なる人に向かってっていうそういう意味のある言葉なんですね。そこをもう一回意識しながら読むとですね、どうか父がその栄光の富に従い御霊により力を持って あなた方みんなのうちなるその唯一の人に向かって強くしてくださるようにという祈りだ結論から言いますとそのうちなるただ一人のお方その通りですねイエス・キリストその方なわけです私たちは意識したことがなくても祈られているしかもその イエス・キリストという方に向かって栄光のこの天の作られた万物を創造された造り主なる神様がまた御霊により精霊様がいつも私たちのために祈ってくださってしかもパウロさんもそう祈ってくださって私たちが意識するとしないとにかかわらずもう祈られているんだこれを素直に受け取ることができないわけですね。 24時間意識しなくても私たちはあ呼吸してますよねうちのこれもね息子に聞いたんです「お前あの呼吸してるって自分が呼吸してるの知ったのいつ?」って聞いたんです今ね4年生なんですけども3年生の時に保健の先生に聞いたんだそうです。じゃあ何お前3年生の時まで呼吸したことないって聞いたら「いやいや,いやそんなことないよ」そうですよね。全く同じように私たちも意識したことがなくても祈っているんですね。 そしてて祈られているじゃあ呼吸だって意識しなくても私たちは呼吸してここまで生きてきているだから意識をして呼吸をすると健康になるそういう健康法がありますよね。祈りもまして言わんやですよね祈りを意識して私たちはもうすでに祈っているわけですから意識してこの命とつながって祈るならば豊かに実を結ぶというわけですね。 でその意識して祈るっていうのはどういうことかというとキリストののによって祈るとというここですねこの自分ではどうすることもできない愛されていることを素直に受け取ることができないこの善をしようとするその思いはあるけれどもそれをする力がない私たち愛されてるって言われたってここに来ればなんとなくそんな気がするけど家に帰ればつい流されてしまうそんな私たちこの愛が目の前にあるのに 手を伸ばしてももなななかなか自分のものにできないいやいやそれはももうお前の何でかっていうと私たちをこの愛を塞ぐそれを罪と言いますがこの罪があって私たちそれを我が物にすることができないじゃあどうするか私たちは自分たちの思いとは裏腹にどん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 この自分の周りのこの愛を塞ぐ壁を高くしてしまって。 厚くしてしまってますます感じないようになっているこれを打ち破ることができるのはイエス・キリストの十字架と復活の力だけだというのが聖書に書いてあるわけですこの死の壁を打ち破ったイエス様の名前によって祈るそうするとこの暗黒の壁をですね、誰でも打ち破ることができるこれが聖書の約束ですねイエス・キリストの皆によって祈るとわかる二つの今までわかんなかったことは 一つは自分のことそしてもう一つは神様の愛そしてそれが分かると私たちは絶えず祈ることができるようになるんだっていうんですね。<laughs> 私のためにですね初めて目の前でフェイスとフェイスで祈ってくださったのはですね、えー、つい先日まで来てくださっていた細井恵子さん25年も前になりますあの時はまさか自分の奥底で命があってその命が自分のために祈ってくださっているなんて知る由もない。 だからつながれないそこにあるのに全然喜びが自分のものだなんて思わないそれが今あの25年前のですね祈り命ともう一回つなげてくださったことによってあれが呼び水になって私の干からびたですねもうすっからかんの心の中にですね入って命が息を吹き返して今ではですね見言葉ばにある通りですね尽きることのない泉のようにこう湧いて出てくる。 私が初めて東京ゴスペルに行ったのが19の時でしたまあさっきも言ったとおりですね外側ではまあ今もですけれども本当に強がって見せていたそれぐらい自分が見られるのが怖くて自分に自信がなくてですねもう外はですね突っ張ってるのに中は本当にボロボロの濡れ雑巾ですね。 礼拝の説教なんてほとんど入んないところがですね入ってくる言葉がですね心の中で非常にですねカン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 要はですねもうあム,カム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 カしてくるようなそんな心持ちでしたそんな時にですね牧師先生の言葉で今でも心に残ってるのはジメジメした心でもそのつまりですねもうボロボロの濡れ雑巾であってもずっとね絶えず つけることのない火のそばに置いておくと最初はねぐじゅぐじゅしてるけどそれがね少しずつ乾いてそしてやがてポッて燃え上がるんだそういう生き方をしたい人はぜひ祈ってみてみください最後に「でもねイエス・キリストの名前によって祈ってみてください」って言われた時に「そういう人生があるならいいな」 ですねでもイエスキリストの名前によって祈るっていうところでぐっと距離を感じた時に牧師先生何ておっしゃったかというとですね「でもクリスチャンになりたくない人はそういうふうに神様に言ったらいい」「神様今日ね礼拝でそう聞いて牧師先生に言われて祈ってみます」「でも神様どうかよろしく私クリスチャンになるつもりないんでそこんとこだけくれぐれもよろしく」 イエススキリストの皆によって祈りますアーメン <laughs> こうですね <laughs> その頃私はですね東京の繁華街のど真ん中に住んでましてですねまあさっき言った通り、もうネオンライトの喧騒の中にですねベランダに出てタバコ吸ってですね周りはこんなに明るいのに僕の心は本当に真っ暗そんな中にですねかすかな灯火が確かに入ったのが分かったんですね。そして 僕先生に言われた通りに祈った最後にちゃんと付け替えましたクリスチャンになるつもりはありませんのでどうか神様そこんところだけよろしくお願いしますそれを見てください25年後今こうしてここにいるのが私なわけですねそして今ですねそんなふうにですね会社でもこんな具合に私喋ってるもんでですね、まあ、みんなにね熱い熱いって言われるんですよ そしてですう、ね、まあ、い,いか、まあいいかなね、<laughs> 暑い、暑いって言うけれど皆さんだって皆さんというのはうち、ね、の一緒に働いてくれているスタッフ僕と比べてねあの、皆さんと比べたら暑いというかもしれない皆さんも十分暑いですよなんて、ね、そんなね、本当に明るい楽しい職場なんですが何言いたいかというとですね、本当にあの時、僕先生がおっしゃったようにこのね、絶えず。 尽きることのない炎のそばにいるとあのぐじゅぐじゅだったボロボロのどうにもならない雑巾が確かに乾いてボッと火をですね燃やしているしかもそれは尽きることのない精霊の油によって燃え続けるわけですからこれはもう周りもたまったもんじゃないですよね <laughs> まあクリスチャンだろうがなかろうがまず私たちのうちには確かに神様命を与えていてくださって この命はすでに祈られていて、祈っているんだ。祈るというのは命とつながること。じゃあ、さらにね、この喜びを自分のものにするにはどうするか。意識して祈る。意識して祈るっていうのは、イエス・キリスト様の名前によって祈る。そうすると、わかる。二つのこと。わかんなかった自分のことがわかる。 分かっていいるようで全然実感のない家に帰るとつい流されてしまうようなでもその神様の確かな尽きることのないその炎その愛が分かるこの2つのことが分かるんですね絶えず祈ることができるようになる分かるとそういうふうに私たちは変えられるそして日々栄光から栄光へとイエス・キリストに向かって 私たちは強くしてくださるようにと天のお父様と聖霊様が私たちのために祈ってくださっていることが受け取ることができるようになる絶えず祈りなさい今日もこの晩も一緒に祈ってまいりましょうそれでは一言お祈りさせていただきます天のお父様主の皆を心から賛美します 神様は私たちのうちに確かな命を与えていてくださってその命はあなたのものででも私たちは罪によってあたかも自分のもののように思っているそんな中にイエス様が来てくださって絶えず祈りなさいイエス・キリストイエス様の名前によって祈ると2つのことがわかる自分のことまた神様の名前がわかるということでしたから。 どうぞ神様そのことを分かるように教えてくださったことを感謝します皆さんの祈りと合わせて愛するイエス様の名前によって感謝してお祈りしますアメン